やばいのでマクドをウーバーしました。イエーイ超風呂上がり、もう何も考えずにいいや、自分の気持ちに正直に生きようぜみそちゃんと思ってウーバーをしておりました。最高だね。マジで家おったらいかんね、食べてしまうわ。今日ずっと何もなかったけど家おったんやけど、朝から爆食モードだったわけで、あもうやばいやばい食べてしまうと思ったけど、朝から食べるにしても気使ってね、一応ねオートミールを使ったご飯とか果物とかそういうなんか低カロリーのお菓子みたいなのをね食べよったよ。でもね全然お腹いっぱいにならんくて、気づいたんよね、あれこれいつもより食べてないみたいな、低カロリーのものをなんかさもう永遠と食べるけんさ、結局なんかいつもより食べよるよみたいな、やけどもういいやと思ってマクドを引き寄りました。月見バーガーです。ほっときーやばいよ、もうそんな時期みたいな。完璧、やばーい、めっちゃいい匂いしよる。えってか久しぶりかもしれん、マクド2ヶ月とかマジで超久しぶり、今自分でびっくりした。今回は、私の大好きなチーズ月見と工房ふわとろ月見みたいな感じがちょっと言わないんですけど、この月見と私の愛するナゲットとデザート部門でこのパイちゃんをやったのと、あとソースがこの期間限定みたいな、ゆずちちみ、ゆずちちみじゃない、ゆずちりみタルタルソースみたいなです。めっちゃ美味しそう。やばいね、やっぱマクドっていいわ。はい、こちらが普通の私の愛するスッキリ白ブドウとカフェラテです。キンキン今日すごいハーハー言える、どうしたん。じゃあいただきます、いただきます。嬉しい、これすごい。ああ、おいしい。
てか私夏大嫌い人間というか、もう夏なんかもう1秒で終わってしまえっていうぐらい、もう本当にもう夏アンチなんですけど、もう今年の夏めっちゃ楽しかったやけん、初めてなんか夏終わってほしくないなと思ったよね。すごい充実してた、楽しかったし、なんかいろんなことできた気がする。友達といっぱい遊んだり、友達と外に出る機会が増えたけん楽しかったんや。そうや、ありがとう友達たち。いろんなコンサートとかも行けたし、夏ってやっぱイベントごとあるやん。家族で韓国旅行も行けたらめっちゃ楽しかった。多分夏終わってほしくないなってめっちゃ思った。うん、でもさ、肉がめっちゃ薄いかも。やっぱりもともと今月見ってさ、このなんて言うんだろう、甘じょっぱい感じ、クリーミーな感じが本当にやばいね。卵最高、おいしい。ナゲットうまっ。久しぶりに食べたけど美味しいわ。ピンク、七味が入っとんか。見えるかな、七味って書いてあるけど、七味のちっちゃい赤点々みたいなのがある。でこのゆずちゃんにつけてみます。いってらっしゃい。辛いかな。おぉ、ゆずや。あ、辛っ。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 普通のソースにすればよかった。辛っ。ああ、大人の味ですね。うん。最初ゆず辛っ。最初ゆずが来るんや。その後にシミのパートが来る。ね、これ食べてみる？このほうほうふわとろつけ麺。これはさっきと何が違うんやろ。あ、パンが黄色や。カレーパンマンみたいな、結構イエベ、この子。チーズも結構黄色。あ、さっきの子がブルベで、この子はイエベなんかもしれん。いただきます。あ、チーズの種類違う？こっちの方がなんか濃厚チーズって感じするかも。チーズ、なんかチーズ月見よりこっちの方がなんかチーズチーズし。うん、柔らかい。美味しすぎ。てかさ、値札で思い出したけどさ、なんか私値札ついとるまま服着ることが多いというか、切りたくないというか、なんか値札ついとる方がなんか新品を着よる気分になるわけ。やんけんたまにやるよね。いや、たまにやるというか、まあよくやるんですけど、まあでもほんなら見える服とか、普段外に着ていく服とかはやらんのに。これは部屋着やけんさ、こうやって大丈夫なんやけど、この間友達がなんかおしゃれなランチ行こうみたいな感じで、こういう系のランチよ。なんかこういう系のね、ギリギリ系ランチなんやけど、そういうとこってさ、ちょっと気使うけんさ、ちょっと綺麗めな服の方がいいんかなと思ってさ、着たことのない初めてのね服をね着て行ったわけで、ランチも食べて、服屋さんとかも行って、なんか試着とかして、店員さんにこれどうですかねみたいな、お似合いですよみたいな、あ、じゃあ受精よみたいな感じでさ、店員さんのまんまのお言葉にやられて買ったりしたり、あれって言ったらね、そのファンの人が声かけてくれて、旅人ちゃんですかみたいなね、ありがとうございますみたいな感じでこうすれ違って、でパッて後ろ振り返ったらまた見てくるよって、あ、バイバイとかやるよったんね。で、あ、すごい楽しかったと思って帰りタクシーに乗ったんで、ほんならなんかこうタクシーのこの背もたれのところにパッてもたれかかった瞬間になんかが私の首にこう刺さった。これガッて何と思ったら、もうガッツリ値札出とって、外に。しかもなんかめっちゃ意味わからんぐらいでかいサイズの値札だって、これより もうめっちゃ大きいみたいな、もうしっかり値札ですっていうやつが私もブラーンってぶら下がっとって、私それつけたまま一日過ごしたんやと思ったら、もうめっちゃ恥ずかしくなって、もうその時の私の顔がこれなんですけど、もう本当になんか自分が嫌になった瞬間だったんですけど、服屋さんでもさ、私こう着たり脱いだりしたりさ、どうだろうってやるような間も、店員さんも後ろからこれ見えとったってことや。確かに今思ったら店員さんの顔ちょっと引きつっとったなみたいな。でファンの人もさ、こうすれ違って私のことを見た時に多分思ったよね、あれみそちゃん値札ついとるよみたいな。で私そんなん気づかずさ、振り返ってもう一回バイバイとかしちゃったりして、でもめっちゃ恥ずかしいと思って、そういうさ、なんか後から来る恥ずかしいが一番恥ずかしくないだけど、ね、3日ぐらいやんだ。やけ言って、これから値札ついとったら、めっちゃ黄色。なんか普段からこういうことしなきゃいかんだよね。ちなみにこれはユニクロです。うん、さっきと味の違いが
そんなに大きくはないかも。あ、辛いけど、うん、癖になり、なりそうな日はなりそうなんじゃないかなっていう大人のソース。うん、てかさ、見た、あのビッグバンのさ3人のステージ。え、なんかこの間韓国でビッグバンのソルのコンサートが、ソロコンサートがあったんですけど、そこになんとディライトと G ドラゴンが急にゲストで出てきて3人でビッグバンの曲を歌うっていうやつがあって、もう私リアルに泣いたよね。なんかビッグバンであえてみんなで歌う歌いよんのがもう超久しぶりで、まあ復活したらいいなみたいな感じで思っとったけど、いざああいう映像見たらマジでもうあーみたいな、私たちの青春みたいな、めっちゃエモくなって。それで今もコンサートあるやん、やばいよね、エモすぎ。しかもなんか G ドラゴンがあのライブもなんか出る直前までなんかあんま 出るみたいな感じじゃなくて、リハーサルもせずに6年ぶりだったっけ、8年ぶりコンサート立って歌ったらしくて、リハーサルもなしで、それであんななんていうのプロみたいに歌えるのはマジでもさすがと思って、マジかっこいい。ねえ、グッドボーイとかもさ、高校の時とかさ、もうカラオケとかで友達でさ、ゆえり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 みたいな、こう、ソルとジズラも言い合うよ、コンサート。ゆえり、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 みたいな。ね、I am a good boy, ふぅ、てれれてれれ、みたいな。もう、それをさ、こう、カラオケでめっちゃ前にしょったわけ。で、それが、もうめっちゃ久しぶりに見れて、もう泣いて、あんなもん泣くような曲じゃないのに。やばかったね。Where is the body? とか、最高、天才と思って。ね。ていうかまずコンサートしてくださいね。ジドラゴンってさ、何する行動にも神経が通ってるというか、水飲むのもただなんかこうやって飲むんじゃなくて、なんかこうなんか自分がかっこよく映る水の飲み方みたいな、めっちゃサイレンになるよりからね。お迎えかな、そろそろ会いたいよね。ね、結構お湯よるよ。だってさ、ジドラゴン好きにならんかったらさ、多分韓国にも行ってないと思うしさ、 YouTube も始めてないと思うし。うん、うん、うまっ、パンが柔らかい。だけどさ、最近ちょっと昔の K-POP だったり、4 minutes とか Miss Way とか Infinite とかめっちゃ久しぶりに聴きよって、やっぱいいよね。4 minutes の December とかマジエモい。本当に、あ、めっちゃストローで音出た。マジで4 minutes の December は本当に、その時中学2年生ぐらいの時で、好きな人ってその人をなんか思いながらめっちゃ聴きよった曲で、なんかあなたといった December みたいな。December って何月なんかわからんけど、11月。あと昔の韓国ドラマとかね、見よってやっぱおもろい。今あの華麗なる遺産見よる、おもろいね。あ、イケメンですね。だからやっぱね、久しぶりに見たらおもろいわ。うん、辛っ。いや、昔の韓国ドラマで一番おすすめなのは、私が一番人生でも大好きなドラマなんやけど、ファンタスティックカップルっていうやつ、もう何回も今まで紹介してきたけど、もうハン・ヤスルさんが出てるあのドラマ本当に面白いけん、マジで見てほしい。でもなんかネットフリックスとか多分ないけん、私は DVD あるんやけど、だけどどうしても見たい人はあの DVD 貸すけん言って。本当に面白くて超大好き。月見パイ、てかさ、月見パイ来るってことはさ、次三角チョコパイの季節ってこと？早すぎ。見た目はこんな感じで鮮魚っすよ。いただきます。あ、おいしい、甘い。うん、うん、うん、な、甘い、なんかあったかくてめっちゃおいしい。うん、お餅入ってる、お餅とあんこ、ま、美味しいわ。なんかあれも飲んだスタバの芋のやつもミスドをね、ぐじゅぐじゅに潰したみたいな味だった。うん、うん、これめっちゃ美味しいわ。お餅とかそういう和服系、和服系って和菓子系大好きやけん。あー、ごちそうさまでした。ね、めっちゃ美味しかった、本当にありがとう。何が何がありがとうって感じ、めっちゃ斜めになった。え、めっちゃ美味しかったけん、うん、みんなもぜひなんか爆食したいよっていう時はぜひマック食べてみてください。やっぱマックのポテトが一番美味しいわ。この間キンキンの服買ったよ、これ。
目代わりで顔いない。でもキンキンこれ着たらパツパツすぎて、パツパツすぎて毛めっちゃここから出よった。だけど目代わりで服買いたいよって人はぜひキンキンの揃いで買ってみてください。これ一番大きいサイズでもキンキンはパツパツでした。はい、今日はこんな感じでマックを爆食したんですけど、どうだったでしょうか。またもうすぐ三角チョコパイのおっぱも来る時期だと思うので、またその時は爆食したいと思います。今日も動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録まだよって人はぜひ登録してください。インスタグラムの後ろでぜひ遊びに来てみてください。以上、みさでした。バイバーイ。値札切ります。バイバーイ。